ソケイタウさん、満塁本塁打日本記録保持者、満塁男おかわりくんの満塁時の打席での倒し方を教えてください。おかわりくん、すげえな。満塁でもうホームラン打とうって多分思ってるんだろうけど、なんだ、バットを振り始めるまでの余計なこう力みの挙動とかが本当ないよね。本当スーって立ったところからスー、こんなんじゃないみたいな、あのなんかあのいい脱力感がやっぱり余計な体の挙動を少なくしてバットのヘッドを早く回転させるとか軸で回るとかっていうことだけを意識してヘッドを早く移動させればいいぐらいの、ここにクッとこう力、軸から力が入ることはあんまないの、スコーンって出てくるから、なんかああいう力でバッティングの癖を磨くっていうのすごく重要だなと思いましたね。球が来たら来たって力んでバットが遅れて出てくるとか、そういう癖をずっと練習してる人と、ボールが来てもヘッドだけをスッとこう芯のとこだけを動かしてスッとそこのラインにポンって入れて結果強い打球になってるとか、でその打ち方での強度を上げてこうとしてトレーニングしてる人と、ガーって動いてヘッドの軌道がグッとブレたりとかして、まあその結果なんとか力入れてるからガンって当たった時に強く飛ばしてる人との差って出てくるだろうなと思うよな。まあ関係ない話、ない話だとすみません。おかわりくんの満塁での打席の倒し方は本当に、まあピッチャーと対戦してるんで、まあ俺にはあんまりフォーカスしてないから、まあ見てない。そうですね、あの背中側からの膝の裏に、はい、小石をぶつけ続けるっていう、はい、これですね。やっぱり体重の重い生物なんでね、巨大生物なんで、やっぱり膝から崩していくっていうのは基本中の基本ですから、はい、膝裏に、はい、もしくはあのここね、ここね、ここの剣のあたりとか、この膝裏のこことかめがけてひたすら小石をぶつけつけて破壊するっていう、はい、うん、やっぱり巨大生物にやっぱり膝、はい、体重を支えるのに、はい、膝を壊せばもうほぼ動けませんから、はい、そしたらもうほぼ勝ちですから、まずはおかわりくん、いいし。